皆さんこんにちは。鉄道風景画家の松本忠です。今回は岡山県岡山市にあります丸善岡山シンフォニービル展で行われました、絵画展の様子を紹介したいと思います。本当に久しぶりの岡山でしたので、在労日の翌日以降はですね、数日時間をとって、中国地方の鉄道をいろいろと題材集めの旅をしましたので、そんな場面も紹介していきます。今回のギャラリーはこの岡山シンフォニービルの地下1階にあります。こちらが丸善さんのギャラリーになります。まずは、展示の様子をごゆっくりご覧ください。冒頭に日中の路面電車の風景を紹介しましたが、夕方から夜にかけても乗ったり降りたりしながら路面電車散策をしました。夕方はまた独特なこう生活感や味わいがありました。列車が旭川を渡っていきます。でその橋の向こうにはライトアップされた岡山城が見えていました。ここからは、中国地方の鉄道旅の様子を紹介していきます。
最初の海沿いの場面は呉線の秋斎崎から忠の海の間の風景でした。これは忠の海駅近くの、港の場面です。こちらは伯備線です。まだ乗ったことがなかったので1往復乗車しました。特急やくもが鉄橋を鳴らしていきます。備中川本という駅で途中下車してこの河川敷まで歩いていきました。今度は長い編成の普通列車が渡っていきます。同じ鉄橋なんですけれども、今度は反対側の岸に渡って、土手の上の道から眺めています。サンライズ出雲が鉄橋を渡っていきました。今度は、また違う色のですね、特急やくもが走っていきます。乗車していて車窓から、石賀駅の駅舎がとても味わい深かったので、まあ、ふと途中下車をして近くの河川敷から懐かしい、国鉄色のやくもを眺めました。この場所はもう鳥取県になります。根生という駅で降りて有名な撮影スポットなんですけれども、45分ぐらい歩いてこの場所にやってきました。水を張った田んぼがとても綺麗で、列車や山、空を映しています。でローカル線好きとしてはこの最後の2両編成がとても心に残っています。いつか書いてみたいです。こちらは吉備線です。愛称は桃太郎線というそうです。この路線にもまだ乗ったことがなかったので初めて乗車しました。足森という駅で降りてその近くの、川を渡る様子です。今列車が駅を出てゆっくりと鉄橋を越えていきます。小雨混じりの日だったんですが、とても心に残ったワンシーンです。